ウスラップです。今日はですね、こちらタワーユニットブラスター使っていこうと思います。さあ、こちらね、少し前に出てから、まあなんか強いと言われながらも、なんか微妙じゃねみたいな、なんとも言えないね、今結局どっちなんっていう、はい、ところのブラスターを、まあ使っていこうとかなと思います。マルチ強いでは、まあチラホラいるかな。まあチラホラ、まあ2割、3割ぐらいはいるイメージがあります。はい、で、ブラスターの乾燥してないんですけど、まあ、強えなら、14レベルでもいけるっしょってことで、やっていこうと思います。で、まあ、ブラスターの性能としては、まあ、プリンセスタワーよりも攻撃速度は落ちます。はい、落ちるものの、その一発のね、ダメージが高くなるよといったところで、まあ、エレジャイであったり、まあ、なんだろうね、ゴーレムであったりだとか、まあ、ちょっとこう、タンク系、大型系には、強くなるのかなと。その代わり、こういうコウモリですね。はい。こういう相手には、なんか微妙なのかなっていうとこですかね。はい、小物にはあんま刺さらない。まあけど、そこをしっかりボーラーだったり、まあ、他の範囲攻撃でカバーしてあげれば、いいデッキが生まれるんじゃないのっていうところで、14レベルなので、最初からタワーダメージ1000ハンデがあります。1000、痛すぎるな。普通に。で、相手はゴブリンフェンに、まあロイジャイかな？ロイジャイっぽいですね、非常に。まあここは、結構ブラスターが活躍できるんじゃない？これ本当はゴブシャイとか行きたいんですけどね。手札にないっていう。悲しい。お、ちょ、相手もゴブジャイだ。ゴーストゴブジャイだ。珍しい。さあ、ってことで。まあ、ゴブジャイを溶かすのは簡単ですけど、コウモリとかがだるいか。あ、でも、あれがあるわ。よいしょ。温存でもいいが、打ってみ、うわい、え、これやばくね？なんかブラストの火力。たまたま？さあ、なんか、嫌なの来たんで、まあ、軽く攻めながら。アーチャーも添えてあげよう。さあ、本当はレイジとかあったらね、またよかったんですけども。あれは、囲めたいな。で、ヤナメ使ってくれたんで、さすがにゴブリンだけで止まってくれ。よし。で、ブラスターの火力が、まあ、ほどほどにいい。どうなんだろうね。まあ、メリットというか、なんか完封できるユニットが増えたらしいですね。タルババであったり、ローリングバーバリアン。まあ、あとは、何？あと何？ウォールブレイカーとか。なんかその辺を守りやすくなったみたいなのは聞いたことがあるんですけど、まああんまいまいち把握できてないです。バランス調整あんま把握してないクリエイターです、どうも。安っすね。まあ、ファイボ系めっちゃありそうでしな。ブラスターはちょっと強い説ない。そんなこともないの。で、これライトニングあるんで、いや、ちょっといいライト打てそう。しかも背中でさ、スパーキーを溶かせる。みたいな。いや、いい、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。あ、待って、これコウモリきつい。そういえば、忘れてた。コウモリがきついっていう、おもろいこともあります。これもなんか、めっちゃいけそうじゃね？え？寝てんな！ユニット。いや、ライトニング自体な、さすがに。当たって、ちょっと強くない？なんかこのさ、トリトンで真ん中に引っ張っての、この、両サイブラスター、ちょっと強いんだけど。なんか今まではこれがなかったらしいですね。なんか少し前のバランス調整でこうなったみたいな。は聞きましたけど。鳥生まれるこれ。あ、生まれたらちょっとまずいか。で、ライトニングあれ何周なんだろう。全然わかんねえよ。まあさすがに止まってほしい。マジ、コウモリ。コウモリちょっと、おまずいか。関係ねえ。このレイジいらん？いやー、まあでも、一旦ね、耐えまして、これライトニング削りってさ、いけないかな？ちょっとダメージわかんないんですけど。いけそう。いや、強い。いや、一旦守るか。
冷静に守ることもできる。耐えます。ライトニング462のさ0時圏内ですね。なんかうるせえなね、洗濯機が回ってるわ。よいしょ、オーケー、ナイス。ブラスターちょっといいやん、めちゃめちゃ良かったぞ。さあだいぶ良かったんじゃないでしょうか。オブシェに良かった。進化コウモリのさ普通はプリンセスタワーで処理できないんですけど、まあ、回復しちゃって3発ぐらいかかるんですけど、そこが一発でいいのもね、ちょっとだけ良かったな。さあ、お、デミグラス、ソースゴッドさん。この前も当たったな。うん。よいしょ。で、ディガーとかにも、ちょっといいんじゃない。おー、ええやん。アイスピ。さあ、ディガっぽいか、まあ、ホグっすね。どっちでしょうか。まあ、ディガポイの顔はしてるっすね。リトプリ後ろから出しても、ポイズン打たれるだけなんで。さあ、やめて。いや、でもこれ、マジでちょっと強え。ブラスターが。これも、竹取れねえかな。石の角度が、結構。いやー、めっちゃいい石してる。で、これも、ブラスターが頑張れますよと。いいね、いいね。今んとこめっちゃいい。だからガゴブレとか引いた時がめんどくさいかな。あとバーバリアンとか、まあボーラーで頑張るってとこですかね。まあ暇なんでライト打っとくか。まあ縦線ね。ゴブジェの背中いけ、お前は強い。まあ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 いいでしょう。でウォールブレイカーとかもなさそうなんで、ちょっとだけ戦いやすいかな。で真ん中取り飛んで、この逆サイブラスターの火力を合わせたら、さあ旬時計、これめっちゃ強くない？ウッドサイド後なんで、まあ、ちょっかいかけて、あれはボーラーで回収できると。これディガーで竹取ったりしてきたら怖いですね。うん、いや、なんか縦線の攻めとかこういうのが意外と嫌っすね。うん、ゴブジェ頑張れ。まあゴブリン添えて早く溶かしてもよかったけど、おお、なんか おもろいことしてんな。まあ攻め縦線めっちゃ来そうっすね。またまあ普通にこの形組むだけでも相手ちょっときつそうじゃね。これライトで壊れてくんねえかな。まあナイトと縦線っすね。いやまあ意外といい。でもボーラーこれタワーに一発気合で、あー気合なし。これボーラー同彩出してくだけでさ、ちょっときつそうじゃね。あー拾いたかったな。いやまあこんなんケツからいって、またディガー来んのかな、怖っ。さあいいよ、これちょっといいんじゃない、攻めの形が。ライディング打っちゃおう。いや左が思ってる何倍も入ってるか。これゴブリンがちょっといい、引っ張る。うーん、なんとも言えないっすね。まだ一回おとなしく守るか。やべえ、これめちゃくちゃ微妙なアーチャー出したわ。やっちゃったな。ディガっぽい家庭感な。本当はケツから行きたいんですけどね、そんな時間もなさそう。ちょっとあるか。
頑張れ頑張れ。もうマジでこれ、あの最初のタワーダメージさ、あ、出た、最悪だ。ブラスターのさ、よくわかんないこのタワーハンディいらないいらない、マジでいらないわ。同レベルでもなんか 4,500 ぐらいねタワーダメージ差があるんですよ。いや、なけりゃ勝ってるもんな呪文削りに弱すぎるか、もしかして呪文削りじゃなけりゃまあ守れるんですけど、守れるというかまあなんだろう、単純に呪文打たれて負けてるもんな。痛えな、小さなダメージを抑えていきたい。親衛隊にはどうなんだろうな、いや外れか。お、これ相手親衛隊スキキン、何なんだろうな。トリトンやだな、ライトニングッズ余裕もねえな。ファイブ欲しい、ファイブがないが、まあまあまあ。そこリートプリー、うーん、小物いっぱいいんね。迫撃親衛隊みたいなやつかな、ちょっとまずいか。どうなんだ、意外とやばいか。ディガー来る、やめて、来るね。ドグムリちょっとやばいか、やばい、無理すぎるな。これライトニングファイブだったらよかったけど、まあ施設突破にはライトの方が強いんで、あ、まあでもこれライトニングで俺1本折れるし別いっか、なんか置かれたしよし、これでなんならイーブン、タワーダメージ差もなくなってる。いや、だいぶいいんじゃね、当たりだよな流れとしては。さあね、後ろから出して、多分相手の自分やなめだと思うんですけどね。はいはいはい、よし。まあボーラーどっちに出すかすげえ悩んでる。スケドラ高めところ、うん、いや悪くない。いて、俺はこれで溶かしたくて、まあ無理せずかな。後ろからボーラーとかリトプリ流しとけば、まあ、絶対相手きついと思うんですよね。スケギン引っ張っちゃうのやだな。お、なんかめっちゃ来たが、これえぐいカウンター歩くね。ガガムレ、エイジ使ったらガゴムレ来そうだな。いや全然来んガゴムレ。いやこれキングか、もしかして。いやマジで歩くね、ガゴムレ。ガゴムレ来んの全然来んのやけど、ガゴムレそんなことある、来んかったわ。おいガゴムレきついんだけど、ガゴムレ全然来んや、どういうこと。いやまあでも親衛隊にはまあボーラーリトプリがね間違いなくいいね。さあ意外と悪くないブラスターね。まあボーラーが強いわ、単純に周りが強いから成り立っている。ホグライダーはどうなんだ、まあ通常運転か。さあまあホグね、まあ一応トリトンもボーラーもあるんで、まあよ、美味しいな、ホグ取るね、ホグワルチェだ。そしたらこれライトニングかませば、あーこっち打っちゃおうかな。なんか左削れそうみたいな。あーモンキとかやだね。え、これなんか押してキングまで行ったりしないよな。え、怖っ。で俺のユニットは全てあの跳ね返っちゃうんで、そこだけ警戒して、まあ、真ん中集めて、え、これブラスタータワーに変えるのさ一発でかくね。うっ、あーまあそんなか、痛えな。跳ね返しすぎだ。跳ね返しすぎだろ、おい。あー、ロケット押しね。ロケット押しマジ吐きそうになる。これ。励んな、ロケコ。
キョスケ、キョスケもまたキョスケでレアなことです。これ禁忌できんな、熱い。え、そんな簡単に縛けんの強くね。ご報告来るかな。なんか怖すぎん、このキョスケタワーに入りそうで。てかキョスケ文句なんか意味わかんねえな。キョスケモンクロケコか。いやだね。だいぶ。お、これも入る。反射しな。いや、そのタイミングの反射で返せるん。強すぎん。タワーいけ。一発？もう一発？惜しいね。いやー、これ最後の最後にキョスケモンクホグ来るやん。まあ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 。このロケコちょっと美味しいか。テスラもあったもんね。コンテストちょっと美味しいか。延命とかできないか。おや、ああそっか。やべ、マジで跳ね返る。跳ね返しすぎだろ。いやでもいい。いやこれ守れるかな。これ守れるなら大丈夫だけど、無限ロケコ花火もある。いやちょっといい防衛か。言っても良そう。いやちょっといいか。これゴブシェ突破できんじゃね。無理かな。あー強っ。一応ライトニング2周ではある。え、待って、ボーラーが入れば勝ち。おい、ライトニングって、いやいいんじゃね。今回相手さ、ちっこいのいなかったからブラスターぶっ刺さってた。だいぶ熱いか。小物いないとすげえ戦いやすいですね。マッチング操作すんな、ゴミが、つって。ああ、だからスケート部隊と、あと墓石、だから墓石でタワーおられるらしいんですよね、ブラスターって。でその辺がね、ゴミのめんどくさいですね、だいぶ。マッチング操作すんな、ゴミが、言いすぎだな。言いすぎだし、俺これボーラー合わせたのバカだな。どう考えてもリトプリだったか。これ終わったか。さすがに。さすがに。これマジで、ああそうね、さすがに。あ、ガゴ群れ無理。マッチングソースすんなゴミが。ちょっとガゴ群れ、ガゴ群れやばいな。綺麗に引いてきたわ。よいしょ。まあ耐えることできるかな。まあでもこっからでもちょっとありそうだな。3100年。いや待って、このコウモリが痛い痛い。いやーいいやん、キング。働いてんね。スケブ、ガゴムレですね。まあ、スケブはなんか、ボーラーの石とか、まあ、リトルプリンスのガーディアンの登場の、あれで消すとして、問題、ガゴムレの突破方法を募集するんですけど、まあ、0時からのアチャ追加とかかな。多分、ヤナメとかねえかな。まあ、言っても良さそう。まあ打っていいんじゃね。ガゴムレどうせきついしな。もうじゃあ生きたら終わるんだよな。うっうっうっ、来なくても終わりそうだもん。真ん中じゃあいい。でスケブまで来て、ああそうですよね。マジでこの小物どうすんだこのデッキ。あーあーああ、お前ブラスター強えってほんまかよ。いやザップね。こういうの引いたとき苦しいっすよね。で、こういうの引くとそういうクランにしたくもなっちゃうんでしょうね。俺もなんかワンチャンあるかとか思いながら、俺キング900しかねえんだけど。ちょっと、いや、待って、ガンムシ。ガンムシもあるし。ちょっと美味しいか。いやー、とい。いや、竹変わるのこれ強いっすよね。ここの、いやな、めっちゃくっつって、これ無理か。無理と見せかけての、無理と見せかけてのみたいな。いや無理か。余裕で。
ゆるゆる、あーあーあーあああ気持ちいいな、気持ちいい気持ちいい気持ちいいぜ、ゆるるなっつって気持ちいいな、おい、おもろいやん、全力でゲーム楽しんでる、最高だぜ、しばく次はだったらもうスタンプ押せないぐらいにね、分からせてあげなきゃいけない、あちゃせぱでいきます、お願い、ガコムリはやめろほんま負けた瞬間あんなくらいにしちまう、あーリトプリね、一旦ゆっくりいくか、内藤リトプリ、エレジャイディガポイ、エレジャイディガポイって感じか、あーエレジャイだね、あでもエレジャイに対してこれ、あ違うんだ、多分遅延スケラか、あ遅延スケラやばいか、遅延スケラですって、そうだこのブラスターとかいうタワースケラ超きついんですわ、まあでもアーチャーいるんで、アーチャーはスケラに超強いんでね、まあそこはちょっと補ってはいる、補ってはいるがみたいな、からの墓石、お何も出さないスタイルね、あうわうまい、それ金時道か、うわうまいな、いやでもちょっと入る、いやこのちょっとでかい、だいぶ入るぞ、ダメージまず追いつきます、追いつきます、まずダメージ追いつくとこからがスタートなんでね、からのよね、いやアーチャー咲いて、うーんまあまあリトプリポイズン打たれるかな、打たれてもいいや、ボーラーゴブリンでその後守れるんでね、はいはいはい、まあ垂れ流して、もう出してこないね、スケラーは2倍タイムまでしっかり待つタイプの感じかな、うん、強っ、それ残るのやばいな、これなんか熱くね、相手の、うわーそのリトプリ強すぎる、うわーやべえ、めっちゃリトプリ来ちゃった、相手の、でもタルババをしばくのは強いな、ブラスター頑張ってんな、いやーまあまあまあですね、今んとこ、いやーガーディアンの一発でかすぎるって、このベビドラも多分無視しやすいんでしょうね、どうなんだろう、いやもうちょっといい形じゃない、リトプリンライト打てばいいんでね、ナイトに打っちゃおう、あーちゃお、アーチャーを何があっても延命していく、ボーラー頑張れ、いやーいい、全然いい、うん、全然いいはず、いいと思いたい、まあ欠乏からのナイト来てもトリトンで真ん中引っ張れる、あのナイト、あのナイトやだな、進化してんな、モロマーチャー進化するからあれだけど、いや何にライト使う、いやポイズン削りね、必殺なんださ、ポイズン打ってるだけだな、いやボーラーがいい、えこのボーラー使ったら超いい、ゴブリン熱い熱い、こんなんもいっちゃっていいんじゃね、いってライトニング欲しい、ライトニングからのレイジマダル、ぶっちゃけいけ、削れ、いやでかすぎる、ボーラーで全回収、このリンチョ、いやこれ強えな、あちゃ低め出して、えあちゃどっか行った行った、ほほほ、いやブラスト怖すぎるマジでブラスター怖すぎる、スキラに対して大丈夫か、心配になっちまう、ボーラー端前強えぞ、マーチャコ出しときゃいいっしょ、きついっしょ、
16秒ね。もう一回ゴブジェいっていいな。よしよし。レイジ防衛しようか。なんか怖いな、これ。マジでスキル怖すぎる。スキルどんどけんやん、全然。ザ・ライト圏内。いい、怖い。怖い、怖い、怖い。スケルトン全然どけんしな。いや、まあでも、アーチャーゲーですね。これはさすがにね。さあ、悪くない。悪くはないよと。よろしく。お願い、小物ちっこいのやめてほしいね。結構相手にも左右される気がするけど、ブラスター。どうなんだろうな。ボーラー入れとけばなんとかなんのかな。いや、めっちゃ待つ。いってらっしゃい。あ、墓石でタワーおられます。やだ。墓石が苦しいっていうね。意味わかんないな。あー、ラバやん。ラバ多いな。こんにちは。まあ、リトプリ許容っすね。俺は。バルーンを、後から、が理想です。よしよしよし。で、アーチャーまで行っちゃって。遅れて、ババか、こんなん。やっちゃったか。いや、メガ後ね。まあ、1本折れるものの、総合ダメージ量で言うと、俺の方がでかい。微妙か。まあまあまあ、悪くないでしょ。悪くない。悪くないと思いたい。さすがに暇なんで、あ、めっちゃいいスケドラ来ちゃった。もったいねーが、まあまあ、流れはそんな悪くないっすね、ぶっちゃけ。で、トリトンどうせ暇になるんで、あ、最悪。攻撃受けちゃった。これ、難しいね。あ、でも左のこの墓石はあれなのか。プリンセスタワーなんで、キングタワーっていうのか。意外と無視しても大丈夫って。いやー、これ溶かさないといけないな。めんどくせえな。よしよし。いや、プリンセス歩いてないの偉すぎる。歩くな歩くな。いや、問題はね、そう、攻めのダメージを稼がないといけないんですよ、俺は。ネクスト進化ババか。やべ、地形か。いや、なんでもいいや。ね、結構いい攻めじゃないこれ。相手呪文使ったよ。落ちるんじゃね。いや、からのマジ6コスゴブジェある。あると思いたい。一発？うわ、マジライトニング回すの悩むな。うわー、マジで、あの400差なきれ勝ってる。400差どっかやれや。いらねえ、いらんすぎる。さあ、というわけでブラスターで、ね、久々に使ったんですけど、まあデッキ次第では悪くないのかなっていうね。ちょっと最初からあるタワーハンデ重いんで、まあどうだろうって感じはするんですけど、まあ、普段からね、こういう範囲攻撃多いデッキとか使ってる方はぜひね、おすすめかなと思うので試してみてください。では、お疲れ様でした。またね。